今回紹介するのはいつも自分のせいにする罪悪感がスーッと消えてなくなる本という本です罪悪感を持ってしまう仕組みがよくわかった自分はよく罪悪感に苛まれていた特に親の感情を自分のもののように感じてしまう親を鬱陶しいと思いながらも期待に応えようと頑張って 結果振り回されてしまう親をほっておいて自分だけ楽しむと罪悪感を感じる親をかわいそうと思ってしまう親がつらいというと自分もつらくなってしまうそれは親子の間にゆちゃくがあるからだそうだ人と近づくことをゆちゃくと思ってしまうがためになかなか人と距離を近づくことができないと書いてあった例は自分を好きになってくれる人に。 愛情を試すようなことをしてしまうダメンズばかりと付き合うといったようなことだ私はそうではないが私は過干渉の親に育てられた自分でも強依存なのではと思っていた自分がどうしたいのかよくわからない時があるつい親を優先させてしまうマニュアルがあればいいのにと思ったこともあるでも親にのを言うことで少しずつ お互いにに変わってきたように思う思親が感謝の言葉を述べるようになったそんな自己改革の途中にこの本に出会った相談者のいろいろなエピソードにも感動した独語爽やかな一冊だった自分の中に罪悪感なんてないと思っていたら山のようにありました潜在意識に沈んでいた罪悪感それを気づかせて浄化してくれた本です 必要以上に頑張ろうとしたり仕事で問題が起きるとすべて自分が原因を作ったように感じる私の心の癖はもう何十年も前の子どもの頃に作った罪悪感が原因でしたカウンセリングの事例も豊富かつ具体的でしたまるでその場に同席しているようでした事例を読み始めると自分の中の罪悪感と共感したのか 不思議なくらい大粒の涙が本に落ちて自分でびっくりしました。事例の他にも罪悪感が身についてしまう心の仕組みなどもわかりやすく解説されていて癒されました罪悪感を手放すためのアファメーションや手軽に始められるエクササイズなどもあり 早速取り掛かることができました自分らしいワクワクした生き方を取り戻したいすべての方におすすめしたい本です以上、興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします